三諸宮様からも聞いたことがある。作戦においてまずは自分の弱点を避けるべきだと。八重巫女と会わない限り問題はないだろう。本当か？お前がそう言うのなら安心はできるが。そうだ、八重堂に関することでもう一つある。八重堂から出版されている月刊漢字の質問欄に読者たちからの相談が届くんだが、俺はその返信の手伝いをしているんだ。なぜ俺が選ばれたのか自分でもよくわからない。だがこれも俺に任された仕事のうちの一つだ。勝手に辞めるわけにもいかない。今回の投稿文は先ほど八重巫女から渡された。どこかで返信文を書いたら八重堂に持っていこう。この辺りは静かなようだな。ここで書くとするか。さっさと終わらせて八重堂に届けて他のことをしよう。あの女が八重堂で俺を待ち伏せしてなければいいが、返事を書くには時間がかかるかもしれない。届いた質問の中には変わったものも多く、どう返信したらいいか考える必要もある。よかった。じゃあ返事をカットしよう。お前の意見も聞いてみたいと思っていたんだ。そうだな、この手紙から始めよう。今日私はあるお兄さんに出会いました。その人は村の外からやってきた方で、とても整った顔立ちをしており、心地よい素敵な声をしています。私は友影からそっと彼を見ていました。するとどうしてか頬が熱くなり、目がドキドキとしてきたのです。これは一体何なのでしょう。早速俺の最も苦手な分野の相談が来てしまった。手紙を書いた子は想像のようだ。女心を理解するのはいつも難しいな。お前はどう思う？色恋がどのような感覚のものかは知らないが、お前がそういうのならそうなんだろう。ではこう返事するとしよう。その気持ちは一生に何度もあるものではありません。ん？そうか。でも戦場にいる時だってそうだ。好機はすぐ消え失せてしまう。全力で掴み取らなければならない。だから色恋も同じようなもんなんじゃないか。隣人が何度もお金を借りに来るのですが、期日通りに帰ってこないことが何度もありました。その度遠回しに返済をほのめかすのですが、相手はいつも話をそらします。その人には若い頃に恩があるため、このことをあまり大事にせず解決したいと考えています。どうしたらいいでしょうか。ご近所さん同士の問題みたいだな。こういったことは先延ばしするとよくない。軍の少量たちの間でいざこざが起こったときもすぐさま解決するようにしている。軍法において最も重要なのは公平性だ。お金を借りたら返す、これは当たり前のこと。多少強引な手段を講じることになってもモラを返してもらうべきだと助言しようと思うのだが、お前はどう思う？よし、じゃあその方向で行こう。そうだな、公平にしよう。恩は返すべきものですが、他の方法で返した方がいいでしょう。今最も優先すべきことは借金を返済してもらうこと。それから相手にこれ以上借金をさせないことです。これでこの手紙も終わりだな。さてどうやら次の手紙は少々長いようだ。こんにちは、
俺は鳴神島の出身で、今は帝国軍の兵士をやっています。俺の部下か。そうだと思うが、誰かはわからないな。読者から手紙が届くと、八重堂がその中に出てきた実在の名を全て消して書き直しているんだ。だから俺にも特定はできない。続きを読んでみよう。俺はメガリレーを無視できず、帝国軍入りを決意しました。そして出会ったのが前衛たちです。俺は彼らと共に戦い、強い絆で結ばれました。戦争は終結し、目的は果たされ、状況も落ち着きつつあります。ただ俺は今も渡辺島にいます。ここは俺の故郷ではないというのに。そして最近、鳴神島の散りゆく桜の夢をよく見るようになりました。俺は戻るべきなのか迷っています。帝国軍の皆は温かく、俺も幕府への期待をとっくに捨てている。しかし教習の念にはどうしても逆らえそうにありません。どう回答したらいいだろうか。考えさせてくれ。正直に言えば、部下である兵士に離れてほしくはない。だが、もしそれで彼らを困らせてしまったら、それはメガリレーと何の違いがある。だからこう返事しよう。今の鳴神島は昔とはまた違います。帰ってみるといいでしょう。よし、これでいいだろう。大丈夫だ。さあ、残りも終わらせよう。お前のおかげで今回はうまく書けた。早速八重堂まで届けに行こう。確かに受け取りました。お疲れ様でした。え、五郎さん。いや、大したことじゃない。協力すると約束したからには俺も最善を尽くすのみだ。お前にお願いがあるのだが、俺と一緒に渡辺島まで来てくれないだろうか。兵士たちと話がしたいんだ。もちろん引き止めるつもりはないが、ただ別れも告げずにいなくなっては欲しくない。前にカズハが言っていた。一度でも縁を結んだものであれば、たとえ離れてもその縁が切れることはないと。だが俺は怖いのかもしれない。人は誰しも変わるものだ。共にた、ああ、準備ができたら出発しよう。王様、それに
町が聞きたくてな。五郎様、何が聞きたいんです？俺たちで話せることなら何でも話しますよ。ただここ最近はずっと軍営にいるので、そう面白いことは話せませんが。実はふと思ったことがあってだな。みんなにそれを聞きたいんだ。戦争が終わった後、三五宮様は軍を再編成し、仲間の多くは他の業務をする部署に移動することとなった。その後、彼らとはまだつながりはあるか？正直あまり連絡を取っていませんね。俺たちは訓練と見回りでいっぱいいっぱいでして、時間を作って彼らに会いに行くなんてことほぼ不可能ですから。休暇もありますが、休みは家に帰って家族のそばにいてやります。それに休みの日は人それぞれですし、そうなかなか会いません。そうですね。こっちが空いていても相手の都合が合わなかったり、またその逆で相手の都合が良い時にはこっちが忙しかったりするので。それに会ったとしても何をしたらいいんでしょう。それぞれもう仕事が違いますし、お互いに新たな友人もできてる。そう積もるような話もありません。やっぱりそうなのか。大丈夫だ、ちょっと感傷的になっただけだ。ただ不思議とずっと心の中で感じていることがあります。感じていること？はい。どんなに遠く離れようとも、何を経験しようとも、渡墨島に危機が訪れた時、俺たちは再びここに集うと。たとえあの頃とどんなに変わっていようと、互いに背中を任せられる。これだけは絶対に変わりません。なぜなら俺たちは五郎様の兵士であり、かつて戦場で五郎様と共に戦った仲間だからです。今はあまり連絡を取っていなくとも、俺たちは生死を共にした仲間に違いありません。五郎様に声をかけられれば、俺たちは再び武器を手に取ります。全ては抵抗軍のために。そうか、その通りだな。さて、これ以上は邪魔しないでおこう。訓練に専念してくれ。他のことは心配いらない。五郎様、ここにいらしたんですか。弘明が五郎様に会いたいとのことです。長いこと軍営で待っているのですが、なかなかお戻りにならず困っておりました。これから軍営に戻りますか？もし他に用事があるのでしたら、俺があいつにそう伝えておきますが。すぐ行くと伝えといてくれ。今の俺はもう迷わない。共に軍営に来てくれるか？伝次郎の言った通りだ。この先どう変わろうとも、俺たちは互いに背中を任せられる存在に違いない。次再び会うとき、気まずい沈黙があるかもしれないが、きっとすぐ以前のように戻れるはずだ。失敗したばかりでして。いや、大丈夫だ。かつて俺はメガリレーを憎み、それが敷かれた鳴神島に失望していました。戦争が終わってから故郷の鳴神島に帰りたいと思うことはあったものの、なかなか決心できずにいたのです。でもひなさんの励ましのおかげで、俺は勇気を出してこの気持ちを伝えようと思うようになりました。もちろん五郎様の許可をいただけなかった場合、俺はその命に従います。ひなさん、それは誰のことだ？これは話すと長くなるのですが。まあいい、その人のことはさておき、お前の除隊申請を許可しよう。五郎様。そう悲しそうな顔をするな。二度と会えないわけじゃない。暇があったらまた渡墨島に来ればいい。一つのところに縛られることなく、やりたいことをすればいいんだ。どこにいようとも、俺たちは仲間なんだから。はい、大将。
それでは失礼します。五郎様もどうかお体にお気をつけください。ああ道中気をつけろよ。これでいい。むしろこうするべきだったんだよな。こういう時笑顔で送り出してやるのが正解なんだ。